ビストリツァは、ルーマニア北部トランシルバニア地方の都市で、ビストリツァナサウド県の県と、トランシルバニア高原北東部のビストリツァ川の谷に位置し、ビストリツァ川が町を貫いて流れている。新石器時代より人類が居住していた。12世紀にクマン人に攻撃されたペチェネグ族が定住した。1206年以降、トランシルバニアザクセン人の移住が始まり、 ジーベンビルゲンの一つとして、中世においては、公益拠点として栄えた。1330年に都市になり、1353年には、毎年15日間の市を主催する権利を得た。1465年には、町の要塞には、地元のギルドによって守られた。防御のための18の塔と砦があり、またさらに、要塞化された教会によっても守られていた。 ルーマニア領となったのは第一次世界大戦後の1919 19年のことである。ただし第二次世界大戦中の1940年から1944年にかけてはハンガリー領となっている。1944年以降、ザクセン人住民はロシアに追放された。追放された住民はドイツまたはオーストリアに移住することを希望したが、少数は 生まれ故郷のビストリツァに戻ってきた。しかし、1989年の革命の後、戻ってきた人々のうち多数が移住した。市の人口は82,400人で一番多い。民族はルーマニア人90.2%、次はマジャル人で6%、そしてロマ人3.6%。ドイツ人人口は大勢が移住した後を幅に減少しており、 0.2%となっている。市に接続している主要な道は、トランシルバニアとモルドバを結ぶ欧州自動車道時 E58 である。鉄道では、ブカレストとクルージュイコールナポカが直接結ばれる主要都市である。また、都市間のバス交通 C&I の中間地点であり、トランシルバニア地方の各都市の間を行き来する際の乗り換え地点となっている。 ブラムストーカーの小説、ドラキュラで登場人物のジョナサン・ハーカーはビストリザで金の冠ホテルに滞在する。小説が書かれた時にはそのようなホテルは存在しなかったが、その後同名のホテルが観光客のために建設された。ありがとうございます。